こんにちは。画家でジャーナリスト、映画監督の増山瑠奈です。私は2003年のイラク戦争の頃より、桃色ゲリラというパフォーマンスで平和をアートで訴えて、イラクなどに行って、戦争よりアートということで活動を続けてきました。また現在、ママの約束、原発ゼロで見つけた本当の豊かさという映画を全国で100カ所以上で上映会を、企画していただいています。また、戦後70年原爆と原発という絵本を、小学校や全国の、図書館に置いていただいて、戦争体験者の方々がご高齢となる中、当時の記憶を絵や映像で、記録して今の子どもたちに伝え、戦争の問題をさまざまな角度から考えていきたいなという活動をしています。そこで戦後70年の今年、一つの映画を撮影中です。今私が撮影しているのは、貞子の鶴、地球をつなぐという映画です。これはどんな映画なのかっていうことをこれから説明いたします。佐々木貞子さんという、広島で、原爆に被爆をした一人の少女の物語です。佐々木貞子さんは多くの、本や絵本、そして世界中の教科書でも紹介されておりまして、2歳の時に広島で被爆をし、その後12歳に白血病になって、病院で闘病生活をしながら1000羽以上の鶴を折った少女です。彼女のストーリーは、インドでも教科書になり、アメリカでも、核の被害を伝えるストーリーということで教科書に載り、中東やアジアでも、平和教育として伝えられています。その貞子さんが今の2015年の世界によみがえったら何が起こるんだろうということが、この映画のストーリーです。70年前、そして貞子さんが亡くなった60年前の再現ドラマもあり、その中で、戦争の体験、核の被害についてドラマとして振り返っていきます。また今2015年の沖縄に、貞子さんがやってきて、沖縄で福島の少年と出会い、そこで、さまざまな出会いやドラマがあるというストーリーになっています。これから見どころを説明していきます。1、世界中で愛される折り鶴の貞子。今伝えた通り、貞子さんは、暴力ではなく平和的に鶴を折って思いを届けたという少女のエピソードとして世界中で知られています。私も去年の8月6日に、インドに行きまして、4000人の子どもたちの前で、アートや音楽、絵を描くなどの平和交流を通じて、知ったのですが、貞子さんのストーリーをインドの子どもたちがお芝居で伝えていました。そしてインドの歴史を振り返るお芝居も子どもたちがやってくれました。その中で教科書で勉強するストーリーというだけではなくて、一人一人が、子どもたちがこう今を生きる友達のことを考える、大事な人のことを考えるように歴史を振り返っているのを見て、日本でもこういうことをやりたいなと思ってこの映画のストーリーを思いつきました。60年前、広島で貞子さんが起こしたアクションは、一羽一羽の鶴をコツコツ折るという小さなものでした。その小さなアクションが60年経った今、世界中の多くの人たちの心に届き、優しさとなっています。今、私たち、この一つの地球を守るために何ができるのかということを、一人一人の人が考えてコツコツやっていけたらいいなということを貞子さんと出会って感じています。
多くの人たちの協力を得て撮影を続けています。7月、6月にはアメリカでの撮影も企画しています。どうか貞子の鶴、地球をつなぐ、応援してください。ただいま8月以降全国での上映も、企画していただいています。上映オファー、そしてレディフォーダノのネットでのクラウドファンディング、講座へのご支援応募していますので、ご協力ください。3000円以上ご協力いただいた方には、映画のエンドクレジットにお名前を記載させていただきます。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。